オープニングクエスチョン、最高にお腹が空いているとき一番食べたいものは何？がっつりなら何でもいいよ。ラジオアニメロミックス第2部、発掘挑戦ザックザク、南條佳乃のアニメロ新人オーディション。こんにちは、南條佳乃です。最高にお腹が空いているとき一番食べたいのは何？一番なんて決められるわけがないんですけども、がっつり食べたいです、お腹が空いているときは。でも朝起きてね、外で食べようと思ってラーメンを食べるのは失敗だなと毎回思うんですけども、ラーメン食べた後いつもこう胃が重い、胃がもたれちゃうってなるんだけど、なんか朝起きて一番にラーメンって食べたくなりません？ならない。なるよね。ならない。おっかしいな。どうもね、ラーメン屋の前通るとこう誘惑にね、こう勝てなくて食べちゃって、その日夕方ぐらいまでってなっている南條です。今週もよろしく。さて、この番組では毎回オープニングであなたからの質問に答えています。私に聞きたい質問、言わせたいことなどをどんどんメールしてください。待ってます。さてさて、木曜日に配信がスタートしたウェブテレビ A-Tunes 第2部にオーディションメンバーの第2弾が登場したということで、そしてなんか第1弾のオーディションメンバーと対決がね、行われたということで、今日はその中から勝ち残ったメンバーが登場します。ドキドキしますね。いや、ドキドキしてください。それでは今週も発掘挑戦ザックザク。この番組はドワンゴクリエイティブスクールとドワンゴアーティストプロダクションの提供でお送りします。ラジオアニメロミックス第2部、発掘挑戦ザックザク、南條佳乃のアニメロ新人オーディション。オーディションでピッカピカの新人をスカウトしちゃいます。まず最初は、番組へ届いているメールを紹介していきたいと思います。ディレレン、ペンネームザマスさん。南條さん、番組いつも楽しく聞いてます。ありがとうございます。僕は冬になると元気になります。なぜならスキーやスケートなどのウィンタースポーツが大好きだから。おう。あと地元にカーリング場があるので、この冬はカーリングに挑戦したいと思っています。南條さんは好きなスポーツありますか？見るのが好きなスポーツとやるのが好きなスポーツを教えてほしいです。スポーツか。ウィンタースポーツが好きってなんかかっこいいですね。マリンスポーツもかっこいいと思います。いや、陸上のスポーツもかっこいいと思うんですけど、見るのが、私基本的に運動音痴なんですよ。なのでやるスポーツは全般的にあまり残念ながら好きくない。そうですね。でも何ですか、バドミントンのラリーでしたっけ、こう2人とかでずっとパンパンってやり続ける、あれは好きです。唯一できます。で、見るのは私小4、10歳まで清水に住んでいて、サッカーがすごい身近な町だったので、サッカーは見るの好きでしたね。スタジアムまで家族で見に行ったりとかはしていました。けど今はあんまり見なくなっちゃったな。でもオリンピックとかはテレビ見るよ。見るよ。あんまり見ないんだな、きっとね。いや、いいと思います。この番組ではあなたからのメールを募集しています。番組の感想、私に伝えたいこと、面白い出来事、私に相談したいことなどなど、どんなことでもどんどんメールで送ってください。メールアドレスは radiani-2@animelo.jp、 ラジアニ-数字の2@animelo.jp です。
さあさあさあ、この後は勝ち残ったオーディションメンバーの登場ですよ。ラジオアニメロミックス第2部発掘挑戦ザックザク、南條佳乃のアニメロ新人オーディション。さあこのスタジオになんでひそひそ始まるのかiTunes 第2部での対決に見事勝ち残ったオーディションメンバーのみんなが来てくれています。ちなみにしずしずこと兄顔しずかちゃんは番組マスコットに決定しました。おお、今月は兄顔星に用事があってお休みだそうですなるほどね。さてさて、どんなメンバーが勝ち残ったのか一人ずつ自己紹介をしてもらいたいと思います。ではおなじみのこのお方からどうぞ。今日も元気なリモポンです。おなじみおなじみなのよろしくお願いします。よろしくお願いします。え、何歳ですか？19歳です。あの、朝ラーメン食べても平気な人。朝ラーメン食べても平気羨ましい。そんな風になりたい、そういう時期もあった。大丈夫だよ、私だって大丈夫大丈夫かな。まだまだ行きますよ。大丈夫じゃないよ、だってバッグに薬いつも入ってるもん続いては、はい、はじめまして、はい、南條さんに会えてとても嬉しいです。いや、そんな若林ゆきと申します。現役大学1年生の19歳です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こう天使みたいのが、なんか天使っていうか申し訳ないです。嬉しいですよね、同じ19歳なんですよね、はい、1学年違いの、はい、同い年です。天使が入ってきましたよ。お願いします。お願いします。普段は大学で何を、はい、看護を勉強してます。看護、はい、まさに白衣の天使目指すところは白衣の天使、ね、あ、実際は どうですかねじゃあここで私が緊張のあまり倒れても助けてくれるってことですかどうでしょう、まだそんなに知識があるわけではないので、うんうん、あ、1年生ってことは、はい、1年目、はい、そうです。入ったばっかり、ばっかりでもないですね。入って、はい、1年経とうとしています。では、お次の。はい、ピッカピカの新人の伊藤あすこです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ですね、何を喋ったらいいのかちょっと忘れてしまったんですけど、はい、ここにプロフィール用紙あるんですご自分のですね、ちょっと昔もうちょっと活動してたことがあったんですけども、はい、ちょっとお休みをしていて、また今年の3月ぐらいから活動を再開しまして、はい、でまた、はい、いろいろ活動の場を求めてこの場所にやってきました、はい、どんな活動をしていたんですか？はい、なんだろう、ユニットを組んで歌ったり踊ったりとかイベントやったりとかしたんですけど、はい、あとは声優さんとしてはなんかちょっとだけ、うんうん、恋愛シミュレーションゲームで声やらせていただいてたこともあったんですけど。なるほど、はい、今はなんか普通に月1、2回ライブ活動とか、うんうん、あ、ライブハウスとかで。そうですね。あ、そうなんですか。ですよ。趣味とかは？趣味はですね、まあ、カラオケとかもなんか一人でやることが好きなんですけど一人カラオケ行きますよね。全然行きますよ、ね、はい、一人カラオケとか一人でこうショッピングしに行ってその階のデパート1階から10階まで全部こう見せてもらったりとか、あ、一人行動が割と好きで。なるほど、はい、最近はネイルアートに凝っていて。ね、決まりますよね。決まり張り切りちゃめちゃ見えないのがすごい残念なの。自分でやってるんですか？うん、これはお店に行ってお店でやってるんだ。女の子です。2時間半ねかけて。へぇリモコンが出しているよ。そっか。ではこの、3人と1人のマスコット今腰に帰っているけど ね、しばらくねやっていくということでよろしくお願いします、はい、お願いします。なるほどね。リモポンは第一期のメンバーから勝ち残っていますけど、うんうん、何か自己紹介しておきたいことありますか？リモポンですくらいお腹すきました。あ、お腹すきました。さっきでもお弁当食べてたんですよあのでも私もお弁当食べたけどお腹すきましたよね。なんか消化が早い。消化早いね、二人ともちっちゃいのに、ね、いやいやいやね、じゃあ仲良くやっていきましょう。します。何か言い残したことありませんか？これから言っていくんで大丈夫本当に。じゃあそんな感じで仲良くやっていきたいと思います、うん、ではそうですね、早速ニックネームを決めていきたいと思います、うんうん、リモポンはねリモポンだけども、うん、若林さん、はい、なんかこう友達にこう呼ばれてるとかありますか？うん、友達からは
もうちっちゃい時からずっとユッキーって呼ばれてたんですけど、ユッキーユッキーユッキー呼びますか、ユッキーって。ユッキー可愛いと思います。ユッケとか、ユッケ、逆リモポンにユッケにさやだーな、やだって食べ物にされてる、食べられそうだからね。じゃあ、うん、なんかある、ふざりはこうこんな感じみたいな。どうするかな、どうしよう。さっきずっとね、ユキちゃんユキちゃんってね、そう呼んでた。なるほどね。ユッキー、ユッキーちゃん、ユキちゃん、どうしよう。うんうん、逆にちょっと変えてみたり。あ、だからユッケ、ユッケやだよ。じゃあちょっと可愛こぶって、うん、ユッチーって呼んでください。ユッチー、じゃあユッチー決定で。ユッチーね、ちょっと目まとこう。ユッチーね、じゃあハートマークつけてあげる。では、お次の伊藤飛鳥さん、はい、私あだ名がもうすでにあって、うん、はい、あのちょっと言いづらいんですけど、うん、アスカリアンでやってて、はいはいはい、それユニット名とか全然ではなくて、うん、自分のあだ名で、うんうん、いつもアスカリアンこと伊藤飛鳥ですっていうふうに言ってるんですけど、あのアスカリアン、うん、アスカリアン、アスカリアン、あのそう、いつも間違えられてアスカリアンとか呼ばれるんですけど、うん、アスカリアンってことですかね。発音してください。アスカリアン、なんか周り、なんだろう、同じユニットだった女の子が、うんうん、こうリアンってつけるのがなんか流行ってたらしくて、うん、女の子に、あだ名で、で私もつけられて、でも伸びてるよね。じゃあアスカリアンで、はい、私も大丈夫ですか、大丈夫です。夫私はあの友達からナンジョルノって呼ばれてる。かわいい、ナンジョルノ、ナンジョルノ呼ばなくていいよ。呼ばなくていいんですか。じゃあ、うん、ユッチーとアスカリアン、うん、アスカリアン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 こう呼んでる、ペジョンいい感じで。アスカリアン、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 舌巻かなくていい、舌巻かなくていい、アスカリアンやっていきたいと思います。はい、さてさて、こんな3人なんですけども、うん、まずはリスナーの皆さんに新メンバーのね、2人がどんな女の子なのかを知ってもらいたいので、あの第1弾のメンバーにもやってもらったんですけど、自己 PR をやっていただきたいと思います。持ち時間は1人2分というちょっと長いんですけども、自分のことを説明してもいいし、特技を披露してもらってもいいし、2分間をねメッサ使っていただいて、目いっぱいに使っていただいて番組を聞いている方へ自己アピールをしていただきたいと思います。ということで、まずはゆっちーからいきたいなと思うんですけど、頑張れ、良いですか。頑張ります。はい、はい、では心の準備がよろしければ、うん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 、はい、よし、じゃあ、はい、いいということでいきたいと思います。ではゆっちーの自己 PR スタート。はい、若林ゆきです。さっきも言ったんですけれども、大学1年生の19歳で看護を勉強しています、うん、ですね、何を話したらいいんだそうですね、高校生の時はチアリーディング部に入っていて、今大学でもダンスサークルにちょいちょい出させていただいたりしてます、うんうん、そうですね、あとはなんだろう、自分の身分、身分身分紹介ですね、バイトをしていて、うんうん、某黄色が印象的なドラッグストアで働いてます、うん、松本さん、いあれ言っちゃった、某ピーってそうですね、某松本さんで、松本さん、はいあんまりいい感じの店員さんではないかもしれないんですけれどもいやいやいや頑張っております。もうそれなりに自分の中ではレジが結構早いかなって思っています。でも袋が破けちゃっても気にしない感じの大方です。そうですね、なんだろう、看護学生らしく、うん、好きなことは、うん、献血いいよね、私も好き、好き、よかった、献血したことない。本当か、うん、私もなんか19歳になって初めて来たんですけど、成分献血、うん、あれ針が太くて、うん、ちょっとやってみてくださいみたいな、無理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 苦手ね、嬉しいのかな、献血ね、すごいなんか飲み放題だし、どうぞもらえるって、そうもらえる、はなかったんだけど、お菓子も食べ放題で、ね、よりもちゃんいいと思う、本当嬉しい、食べ放題みたいな、2分長いね、2分まだあります
もう、あ、もう終わってますもう終わってますすいませんでした。なるほど、チアをやってたんだ。はい、そうですね、うん、幕張メッセで大会があったりとかして、まあ、結構ダンスメインの大会だったかなと思うんですけれども、うんうんうん、私の代では見事優勝を勝ち取ることです。すごい、はい、ありがとうございます。かっこいいな、ね、ダンスも今、はい、今ここ、まあ、見よう見まねで大学のサークルでやらせていただいたり、じゃあ動くのが好きなんですね。そうですね、体育会系です。見た目は結構おっとりしてるので、ね、本当でおっとりしてるかなっていう、うん、めっちゃ体育会系です。はい、すごいアクティブなんですね。はい、実はアクティブです。そうか、わかりました。ではお次良いですか。はい、良いです。アスカリアン、では早速参りたいと思います。はい、アスカリアンの自己 PR スタート。はい、アスカリアンこと伊藤アスカです。ですね、出身地は横浜なんですけれども、うん、大型で、みんな一緒大型、うん、ね、そうですよね。あれ B 型、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  私血液型の中で一番 B 型が大好きなんですよ。やったかったね。 B 型ってちょっとこう嫌われがちひどい、なんかパイグひどい。でも私の中で B 型が一番血液型の中で合うんですよ。付き合いやすい、なんかそうなんですよね。話しててもなんかちょっと変でしょ B 型って、うん、ね、変わってるところあるじゃないですか、うん、なんかそういうところがすっごい新鮮で、なんかこう変わってる人が好きなんですよ。なんかちんちんよかったね。いや、多分褒められてる、うん、すごい褒められてる、よかった、多分褒めてる、よかった。なんかそのね、なんでこの人はこんなに変わってるんだろうっていうのをじっと観察することが大好きで、動物だなぁ。これなんだ、電車の中とかでも、うん、隣の人とかの話とかを聞くのも大好きで、うん、聞いちゃうんです、聞いちゃうんです。OL さんがよくこう上司の悪口を言ってたら自分もその3人目に入ってたねみたいな、わかるわかるみたいな、そういうのが好きで、うんうん、なんかこう、綺麗な女の人がいたらこの人はなんでこんなに綺麗なんだろうっていうのを、うんうんうん、じーっと見とっちゃう。でも大事なことです。そうですよね、もうファッションチェックとかしまくりますね。大きなお世話なんだけど、この合わせ方ありなんだみたいな、ね、なんかすごい参考にもなるし、人からこう見られるんだなとか、ここ気の抜けない現場に出てくる。大丈夫、大丈夫。怖い、うん、気にしちゃう。そうなんだよね、女の子、女の子だから、ね、そうなんですよ。終わりです、終わりです。ということで、はい、そんな私でした。うん、なんかこの中では一番年上さんということで。そうなんですよ、もうなんかね、みんなから姉さんと呼ばれて、なんかスタッフさんにももうすでに姉さんって呼ばれてて、ごめんね、私伊藤さんより年下なんだみたいな、その衝撃の告白を受けた。姉さん、なんか姉さんっていうとお酒をすごい飲みそうな気がする。あ、でも私も日本酒が、日本酒大好きな。日本酒は美味しいですよね。大変な話だね。だね、はい、子供は帰ってて朝ラーメン食べても胃がもたれない子たちと日本酒の話で盛り上がる2人。これからね、熱燗の時期だからさ、若さ若さ、コーンスープとか飲んでます。コーンスープとかココアで十分ですよ。ここ怖いよ。なるほど、なんかみんなそれぞれこう突っ込みたいっていう部分とかある？ある、ある。なるほどね、大丈夫、大丈夫ですね。じゃあさてさて、こんな3人なんですけど、なんといきなり彼女たちにね、鷲崎さんから指令が届いています。その指令とは、12月9日に秋葉原でなんかやってこいと。なんかなんかやってこい、すごいアバウトなんですけど、なんかやればいいんですか、ね、何やればいいんですかね、何かやればいいということで、募金とか募集しても大丈夫ですか。そうですね、12月9日に、まあ、秋葉原で何かやるということでですね、詳しくは超アニメロのホームページでチェックしてからやってこいということですね。はい、自分たちでチェックしないと、自分たちで見てから行く。なるほど、なるほど。南條さん来ないんですか？南條さんはこの日ちょっと行けないかな。あ、そうなんだ。残念。まあ、様子を見に行けたら行きたいなと、それ思っているんですけど、なのでリスナーの皆さんも超アニメロのホームページでチェックして、ぜひ彼女たちに直接会えるチャンスということなので、ぜひぜひチェックしてみてください。会場で僕と握手だ。というわけでお疲れ様でした。はい、これからよろしくお願いします。お願いします。
あっという間にそろそろお別れの時間です。おしまいに私からのお知らせ、アニメの出演情報です。アニメダカーポ2に月島ココ役として、そしてアニメスイスイフィジーにアワワ役ほかとして出演させてもらってます。詳しくは公式のホームページでチェックしていただきたいと思います。さてさて、ついに新オーディションメンバーが登場しましたが、残念ながらアリスはこの間の回でねお別れということになってしまったんですけども、そうですね、こうアリスのようなこうなんていうのこうかっこいい声のうんみたいなほっとねこう打って変わって勢いのある2人が入ってきたわけですけども、クールキャラなアリスに変わり、なんだろう、この3人のキャピキャピワイワイキャピキャピっていう雰囲気にキャピキャピイエイみたいなね、なんじょるのついていけてなくねみたいな私さ居酒屋とか行ってもね、スイでこうおとなしいグループでチビチビ飲む派なんだけど、3人はどうなのかな、こうイエイって騒ぐ感じなのかな、おいらこれからどうなるんだろうそういう番組じゃなかったはずでもこのメンバーでね、また頑張ってねやっていきたいと思います。さて、この番組ではあなたからのメールを募集しています。送ってほしいのはオープニングクエスチョンの質問、そしてあなたが思うオーディション合格の条件、その他何でもどしどし送ってください。メールアドレスは radiani-animero.jp、 ラジアニ -animero.jp です。そしてここでお知らせがあります。アニメロ新人オーディション、なんと第2次受付を募集中です。募集期間は12月7日から1月25日まで。応募資格は12歳以上、プロでも素人でも男の子でも女の子でも12歳以上であれば誰でも応募できちゃいます。過酷な挑戦に体当たりで頑張ってくれる人大募集。応募方法は PC サイト超アニメロにアクセスしてね。あなたの応募お待ちしております。それではお別れです。お相手は南條佳乃でした。次回もまたこの番組で発掘挑戦ザクザク、バイバーイ。この番組はドワンゴクリエイティブスクールとドワンゴアーティストプロダクションの提供でお送りしました。